お前は本当にバカだ。こんな私を見捨てずに、なぜここまで来てしまったんだ。以前の自分なんて思い出せないけど。約束しただろ。多分そういうことを言うために世界を全てと戦ってでも、俺がお前を助けてやるって。今の手を動かしてる。そうだな。残ってるんだ。でも、ここじゃなくて。それなら大丈夫だ。ここ私はさ、俺はここにいる。その言葉を受けただけです。俺がやるべきことなら、きちんとわかる。きちんと救われていたんだよ。悪いミサ。サンドオブグローリー！お前はもう早く帰れ。結局変わんねえんだよ。もしも何かの歯車がずれて、俺の記憶が失われなかったとしたって、俺のやるべきことは同じなんだ。神様グーマっていうのは、終わりじゃねえ！記憶のあるなしくらいで揺らぐものじゃないんだよ。俺みたいなただのレベルゼロが、そんな個体層な人間に、みんな舐めた幻想はこの場で欠片も残さずぶち殺してやる。ふざけるんじゃ。ハンドオブグローリー。そんな位置に立ってなきゃ誰も助けちゃいけないのか。目の前で泣いてほしくない人が泣いてるんだ。助けてくれって一言を言うこともできずに耐えてる人がいるんだ。それだけで十分だろ。立ち上がってもいいだろ。特別なポジションも理由もいらねえ。盾になるように立ち塞がったって構わねえだろうがよ。そんな舐めた幻想は壊れる。忘れ物か。どうか入り口を。神様、この世界があんたの作ったシステムの通りに動いているってんなら、まずはその幻想をぶち殺す。すごい怖くてちびりそうなことがあっても、力が足りなくてくじけそうなことがあっても、俺は大切なものを守るために力を振り絞る。ハンドオブグローリー、バスター、インパクト。未来を信じる心が起こした。この場で欠片も残さず、奇跡ってやつだ。殺してやる。地獄の底までついていきたくなければ、地獄の底から引きずり上げてやるしかねえよな。そんな舐めた幻想を、この場で欠片も残さずぶち殺してやる。神様、この世界があんたの作ったシステムの通りに動いているってんなら、まずはその幻想をぶち殺す。